まうと、ただしそういうふうになった腹側っていうのがうんとあのお薬もかからないし、条件的には良くないので腹側を少しでもというところは通さずで、今取った枝一番いい枝かもしれませんけど、あの逆に置いとくと置いとくほども、取れなくなってくる枝かと思います。こういう枝に更新していった方があの後々やりやすいんじゃないか。はい、あとはこういう上に出た枝も、あの下がってくるような枝だったら更新を更新の候補に残す。